6番キャッチャー伊藤、背番号22、バファローズのピッチャーは吉野、背番号48、以上に変わります。2番の3番の上田、何か言ってたら、あと11分で終わりだけ。昨日の釣られるみたいな、なんかまあ、わからんで、まあ、ほとんどありえないとか何て言うことは断言できるかな。僕一番もんこっちや、こっちや、高岡だ、
阪神戦、オリックスバファローズ対広島東洋カープ23回戦はご覧のように12対1でオリックスバファローズの勝ちでございました。勝利投手桑原、勝利投手桑原、対戦投手は斉藤でございました。なお本日は勝利投手賞桑原選手、盗塁賞梶本選手、竹原選手、辻選手、猛打賞吉田選手、以上の選手が事務所方面に有力ナンバーペアステップが贈られます。お客様にお知らせいたします。ベースランニング競争にご当選された方は今すぐ球場正面入り口にご集合ください。